します。梅です。今日のメイクは今日のね天気にインスパイアされて、やったんだけど、少しこう曇りでスモーキーな感じを再現したソフトスモーキーメイクです。なんかメイクってその日その日の気分で変えられるから、天気が良かろうが悪かろうがテンションはアップみたいな感じで。Hope you like it! 最初にこの、少しラメが入っているピンクの、ペンシルをベースとして塗っていきます。ちょっとさっき少しだけ塗ったんだけど、もう一回塗っていきます。ブレンドして、でこのブレンドするときに下に持ってかずに、できるだけこう上に持っていくのを意識しながら、このトープカラーでクリースに入れていきます。こうやって行ったり来たりする感じ。そしたら世界堂で買った筆なんだけど、普通にこういうフラッフィーな感じの、ふさふさな感じの、筆でブレンドしてあげます。次は一回り小さいブラシで、こういうチョコレートカラーをクリースに今のっけたところの、外側にちょんって一回こうつけて、色の加減を見ながらなんだけど、あんまりこう大きく動かさずにちょん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 ってのせてあげるのね。そしたらこれだけでも深みが出てくるから、でこれを本当に少しだけ、この外のこの V の部分だけにこの濃いチョコレートカラーをのせてあげます。これをのせるときに、さっき言ったようにこう上に持っていくような感覚で引っ張ってあげる感じ、そっとね。少し色が今強いから、それをまたさっきの大きめの絵の具のブラシでブレンドします。で、あんまりブレンドするときに全体的にぼかしちゃうと、全部こう茶色になっちゃうから、できるだけこの外側を中心にぼかしてあげる感じでやってね。そしたらこの真ん中の部分とこの目頭の部分に少しだけこうライトを集めたいから、ピンクでもいいし、白でもいいんだけど、こういうラメがかった薄い色をこの真ん中にのせると全然こう立体感が違ってくるのね。で真ん中にのせたのを、目尻には持っていかずに目頭に持っていきます。上のまぶたが終わったら、この下の部分、この下まぶたも少しだけ、チョコレートカラーをのせていきます。さっきのこのチョコレートカラーを、フラットなブラシにのせて、この目尻のこの部分からあんまりこう塗りすぎずに、こうまつげの間をこう埋めるような感じ。次はアイライナータイム。全体的にブラウンを使ったから、アイライナーもブラウンを使います。この粘膜を引いてあげます。そしたらこの上のこの粘膜もまつげの間を埋めるようにのせていきます。あんまりラインを太くしすぎちゃうとスモーキーな感じがなくなっちゃうから気をつけてね。で次はピューラーでまつげを上げていきます。マスカラを塗っていくね。
マスカラをつけるときに今日の、メイクって結構この目尻を中心にこう色味をのせていってるから、外側にこう持っていくように、こうやって上に上げるっていうよりも外に流す感じ、こう真ん中に持っていくとちょっと可愛い感じになるんだけど、これを横に持っていくだけで少し流し目な感じ。眉毛をパウダーで埋めていきます。懐かしい、これ知ってる？キャッシーのなんだっけ、 You and Me、 懐かしい。They've been talking about the way I do. で、ノーズにも少しシャドウを入れて、目をメインにしたいからチークは入れずにブロンザーだけちょっとだけのせます。で、仕上げに、ヌーディーな、リップを塗っていきます。グロスも少しだけのせます。出来上がり。気づいた人もいると思うんだけど、今日のね、音楽は全部オールドスクール、ちょっと前の、すごく流行った音楽を流してました。すごいこうなんかフラッシュバックするよね。中学高校時代とか、あーなんかこんなことあったなーみたいな。思い出の曲ってなんだろうね、なんかあるかな、もしあったらコメントに、シェアしてください。私も聞きたいです。みんなで思い出をシェアしましょう。OK! Thank you for watching and I'll see you next time! Bye girls!